皆さんこんにちは。Hello everyone。今日は108ページに入ります第26番ですね。50の練習曲の第26番に入りました。今日は、3月25日ですね。3月25日の日曜日。すっかり春らしくなりました。桜も咲きましたしね、いい季節になりました。さて、今日は、八丁調ですね。ワルツ8分の3拍子、ワルツです。アフタクトから始まりますね。この曲ちょっとね、早めに、かなりテンポ早く演奏しました。この曲ぐらいになってきますとですね、 やはりその基礎力というのがですね、しっかりできている人は確実に演奏できると思うんですけれど、この辺りの曲になると、まあ、基礎力ができているかどうかということを試されるんじゃないかと思いますけどね。軽快なワルツの曲です。で、まあお気づきだと思いますけど、かなりテンポルバートしました。で、特にアフタクトですね、この時にかなり長く伸ばしました。まあ踊りの時にもこう、最初にですね、ふわーっとこう持ち上がるような感じですか。それでまあ踊りが始まるような感じですね。で、まあ下の方にこうタカ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 っとこうですね、落ちていくような感じが出るといいと思いますね。ちょっとゆっくり演奏しましょう。というふうにですね。タラタラタ、ここで一回切れます。で、また同じようになだれ込むようにというような感じでしょうね。この低音のドの音ですね、この音で方向転換という感じ、まあ、踏ん張るような感じって言ってもいいでしょうかね。そんな感じでドを取るといいと思いますね。次は、続和音に変わりますけれど、ここも長めに、でここは10度でハモります。高音はファーソファーファーレミミノレですね。それに対してレシドドミという音が入るんですね。ここで、6度に、ハモリですね、和声のハモリが変わりますね。で10度にこういう感じですね。で次も同じように、ここは Am の方に変わるんですね。
ラからドですね。これはスラでかけます。で、上の音は弾かないんですね。ドは弾かないです。で、このミを弾いて、で、ここはですね、こういう運指を使って、制覇は使わないですね。この方がいいと思います。で、しっかりスラをかけたときに、ポルタメントでスラをかけたときに、しっかりドを見ときましょう。小音、低音、小音ですね。で、また最初に戻って、うさい。こういった感じでしょうかね。まあ練習されるときはまあゆっくり練習してください。このぐらいのテンポでしょうか。まあ、このぐらいのテンポで、練習してください。はい、今日はページ108ページですね。108ページの50の練習曲第26番、波長調ワルツでした。はい、終了します。